こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。エネルギーを守るということでね、はい、お話したよね。はい。うん。だからまあ、例えばエネルギーを守る、例えばさ、うん、それは何、感情がそう乱れないっていうこと、エネルギーを守ってるっていうこと。だからね、絶対に乱れないということはないわけよ。うん、例えば、うん、この世界に、例えば私も多分長いです、二、う、十、ん、何年いるけれども、二、う、十、ん、何年この世界に関わったからといって、うん、何も問題がなく生きてきたかった、うん、そういうことじゃないですよ。うんうん、そうそう、いろいろあったわけじゃない。うんうんうん、だけれども、うん、すっと元に戻りやすくなる。あ、そう。なるほどね。だから、あなたは俺に対してよく腹立てる。うん、ね、しょっちゅうね、うん、イライラしてる、はい、これは乱されてるってことでしょ、うん、エネルギーに影響を受けてるってことだけどさ、すぐ戻るじゃん。まあ戻るようになったね。でしょ、だって、うん、だって昔はさ、なんか3日口きかないとかさ。そうだよね、そんなこといっぱいあったわけですよ、ね、うん、今ないじゃん。ないね、この心の広い私がさそうだ、ね、すぐ機嫌を直すわけじゃん、ね、うん、もうこれは何のおかげって言ったら、もうでもこの瞬間的な強烈なエネルギーで解消してるかもしれないな、うん、分からないね、うん、なんかさ、そのよく、まあ、波動測定器ってあるじゃん、うん、あの一生懸命やってらっしゃる方、うん、おられるじゃないですか、うん、なんかもし例えばそういうもので測定することができたら、うん、面白いと思うけどね。例えば今私の怒りのエネルギーは、うん、まあ、分からない数値がいくつ出るか分からないんだけど、うん、今この私の穏やかな気持ちがいくつで、うん、プラマイゼロとかさ、うん、あのマイナスいくつとかさ、プラスいくつとかさ、うん、ただやっぱりこの世界って数値だけでは測れないものもあるよね、うん、そうだよね、うん、うん、そうだよ、うん、いろいろあるけれども、ブレはあるけれども、ちゃんといい方向に行っているという感覚かな、私は。そうだよな、うん、うん、だまあ、だからまあね、時には腹を立て、うん、ね、うん、時には喜び、うん、というふうなあれだな。だから持ち越さないってことが大事なわけよ、うん、そうだね。例えばエネルギーってこう常に、うん、よくね、うん、これは皆さん勘違いされるか、うん、私自身がそうだったんだけれども、うん、いいものは持ってたいじゃん、うん、例えばすごい気候の先生に出会って、うん、その人からこう気を、例えば注入じゃないけども、うん、気を送ってもらった、うん、ああすごい素晴らしい気持ちだったと、うん、これだってものを掴んだ。じゃあこの先生のエネルギーをずっと一生、うん、こう抱えて生きていけるかと、それできないわけよ、うん、じゃあそうだ。エネルギーというのは時間が経てば、うん、やはり、まあ、要は例えば食べ物が、ね、腐っていくのと同じように、うん、エネルギーもそういうふうになっていくわけですよ、うん、エネルギーはまさしく生物であるというふうにするならば、うん、いくらいい先生からエネルギーをもらったからといって、うん、それをもう五章大事に抱えていることはできないわけですよ、うん、それも常に流さなくちゃいけない、うん、流すから入ってくるわけだよね。あ、そうだね、うん、だからその辺のところを徹底的に練習するわけですよ。あ、そういうことか、うん、あ、なるほどね、うん、そうか。じゃあ、まあ、あなたがそう持ち越さなくなってきたっていうのはこのあれか、徹底的に流せるようになってきたってことかな。そうだと思う、うん、あ、そうだね、うんうん、でも確かにそうだよな。まあ、よくさ、うん、なんていうの、悔しくて眠れないとかさ、うんうんうん、そんなのもあるじゃん、うん、なその気持ちを、うん、悔しいという気持ちを流してしまえば眠れるわけでしょ、うん、そう。だからそういうものをどっかで切り替えて、スイッチを切り替えて、うん、まあ済んだことは済んだことで、うん、まあ水に流すと、それこそ、うんうん、そういうのが大事なんだな、うんうん、だからいい気持ちは取っといて、悪い気持ちは捨ててしまおうっていうのも、うん、私ちょっと違うと思うんだよね、うん、だからいいも悪いもこっちが勝手に決めてることじゃん、うん、そうだよな、うんうん、だから、まあ、便宜的に良いエネルギー、うん、悪いエネルギーって言ってしまうけれども、うん、良いも悪いもないわけだよ ね、結局循環してるわけだから。そうだよな。だからリセットするわけだ、そのそうそうそうある時期でな、夜なら夜と、うんうん、なるほどね、うん、だから一日終わった後にお風呂に入って、うん、あの体の汚れを落とすのと同じように、うん、エネルギー的な汚れも落としていきましょうっていう、うん、私はそういうスタンスなんだよね。そうだね、うんうん、それがまあ影響を受けないと、そう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 、まあ、受けてもすぐ立ち直ると、そう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 、いうことだよね。まるっきり他者の影響をゼロにすること私はできないと思う。そうだよね、体を持っている限り。そうだよね。ただそれを限りなく 99.99999 に近づける、うん、だから無償の愛ね、イルカから教えてもらった無償の愛とかさ、うん、そういうことを聞いたわけじゃない、うん、でも無償の愛は多分できないと、私はね、そうだね、できる人がいるかもしれない、うん、私はできない、うん、でもそれを目指すこととか、うん、それを素敵だなと思うことは大事だと思うんだよね、うん、そりゃそうだよな、うん、うん、そういうことだよ、うん、うん、ならあれだな、とにかく切り替えてしまうと、うん、だって
くよくよとさしてたりさ、うん、イライラしててもさ、うん、何も生まれてこないもんな。それは自分に対自分がなんかこう痛めつけられるだけ。そうだよね、結果はね、うんうん、自己否定なんですよ結局。そうだよね、お前はダメだダメだっていう、うん、だからスポーツ選手だって例えば一つの試合負けました、うんうん、そこからずる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 負けてしまう。今はまあお相撲がこの前話題、ね、うん、話題になってたけども、うん、そこからこうずるずるいってこう負け越してしまう人もいれば、うん、それをさっと切り替えて、うん、次からトン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 と勝っていける人もいるわけでしょ、うん、そうだよね、うん、その違いは何なのってことでしょ。そういうことだよな。が気持ちの切り替えっていうの、うん、エネルギーの切り替えができれば、うん、そうだな、うんうん、まあそれがあれだな、一つのコツだよな、うん、だからそのためにある程度エネルギー高めておかないとできないってことだよな。それは根本的なことだと思うよね、うん、そうだよね、うんうん、やっぱりエネルギー低い状態だったら使っていけないからね、引きずってしまうからな、うん、そちらにね、消せないからな、だと引きずられやすくなってしまう。そうだよな、うん、だからいいも波長の法則って言うじゃん、いいものと合うか、うん、まあ、良くないものだったらまた言葉語弊があるけれども、うん、そういうものと合うかっていうのは大事なことなわけでしょ。そうだよな、やっぱりそうだよ頑張ってよっていうそういう応援が働くような状態にしておかないといけないっていうのはやっぱりエネルギーを高めるってことは大事だろうね。大事だよな、うんうん、だからまあ例えば何か自分にとって腹の立つことがあった、うん、ね、イライラすることがあったと、はい、そういうことがあったとして、うん、それが2日も3日も続いてるようだったら、うん、ちょっとあれだな、修正の必要があるな、うん、それやっぱじわ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 体にくるよね、うん、頭が痛くなる、肩が痛くなる、うん、腰が重くなるみたいな、うんうん、そうだよな。でもそういうエネルギーを、まあ、瞬時に消すことができたなら、うん、ダメージは私は少なくなると思うんだよね。そういうことだよな、うんうん、だからそれで自分がチェックできるわけだよ、うん、な、自分がその他の影響を受けてるか、うん、どうかっていうことをチェックする一つのなポイントでもあるな。そうだね、うん、やっぱりどうしても例えばよ、職場に行くとどうしても具合が悪くなるとかさ、うん、あとやっぱりうちの子供たちもね不登校っていうのを経験してるけれども、うん、学校に行こうと思うと具合が悪くなるっていうのは、うん、やっぱり何かそういうものがあるわけでしょ、うんうん、そうだね、うんうん、まあ、だからそのまさにトラウマってのはそういうことだよな、うん、ね、子供の頃の出来事がずっとこう尾を引いてしまう、うんうん、でどっかでねそれは断ち切ると、うん、人生が変わってくるわけだからな、うんうん、だからそういったことをいろんな例えばまあ西洋医学の立場であったりとか、うん、東洋医学の立場であったりとかカウンセラーの立場であったりとか、うん、私みたいなそのエネルギーの世界の立場であったりいろんな人がこうどうしたら上に上がれるかというか、うん、切り替えできるかってことをいろんな本も出てるし、そうだよ、いろんな先生もいらっしゃるし、そうだ、ね、今度26日にね、うん、和歌山の西本慎二先生がね、うん、サロン来てくださって、うん、お話してくださるけどね、うん、これはあれだな、これもそういう話も出てくるだろうと思うし、うん、彼は体のことも心のことも、うん、魂のこともね、うん、よく知った先生だからさ、うんうん、そういった話もねしてもらおうね。そうですね、うん、ちょうどねサロンを作って3年になるんですよ。あ、ちょうど記念か。そう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 、うん、それでまあでき、要は契約したのはずっと前からなんだけれども、うん、実際ね前の職場と兼務してる状態があったりしたので、うん、実際にはっきりと、うん、もうサロン一本で行くって言ったのがちょうど3年前の秋ぐらいなんで、ね、ああそうかそうか、うん、なるほど、ね、ちょうど、ね、西本先生来てくださってちょうどよかったかなと思って。ちょうどよかったね、うんうん、彼も潰瘍性大腸炎っていうね、うん、大変な病気を患って、ね、難病だよね、西洋医学的に言うと難病じゃないですか。でそれをね、うん、気候とかね、うん、まあいろんな方法を使って、うん、本当に苦労したけどね、うん、治しちゃったの、うん、で今は同じような病気の人を指導したりしてね、うん、随分いい結果出てるみたいだからね、うん、まあ、そういった話も含めてね、うん、まあちょっと、まあ、病気の方もそうだし健康に興味ある方もそうだし心のこととか気のこととかね、うん、興味ある人がいたらねこれはもう絶対聞いてほしいよね、うん、そうですね、そうね、ホームページには今日あげます。はい、お願いします。すいません、はい、なかなか私はそちらの方面が、うん、はい、上手でございませんね、うん、まあ、これを何とかしなくちゃいけませんね。そうだね、苦手なことも、うん、進んでできるようにならねばいけないなと思っておりますが、そうだ、うん、それから11月の2日がね、うん、神原光也くんのね、うん、新しい本の出版の記念会があるんですね。そうですね、まあ、これ聞いてくださる方は、ね、ご存知かもなんですけれども、うん、光也のロマンサクサクサクっていうのね、うん、オフィスを原田で、うん、のプロデュースさせていただいて、
あれ作ったの3月だったよね。そうね、ちょうど3月だよな、うん、もうあの1日、3月の1日だったな。そう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 、イベントに合わせてやったんだよ。そう、頑張って、うん、今年はそれが大きかったよね。そうだね。で今度それができた後に今度普通の出版社から、うん、普通のったら言葉あれかな、ね、なんか一般の、まあ、そう、高裁堂出版ってところから、うん、あ、小屋さんの、ね、うん、刺繍を出すということになって、うん、企画が通り、うん、今度は晴れて出版の運びになりまして、うん、そのパーティーを行います。そうだね、だ10月今月のね、まあどうだろう、中盤から後半にかけて、うん、本が出るからね、うん、で11月の2日にね、うん、文京シビックホールで、うん、1時からね、12時からか、そうそう、12時会場、12時会場でね、はい、で今野勝子先生がゲストに来てくださる。すごいよね、うん、すごいよね、うん、まあそういうことで、ね、受付もね、うん、オフィス原田の方の、うん、で受付しておりますんでね、うん、ぜひぜひ、うん、またこれはフェイスブックで見ていただいて、はいはい、ね、ということでね、はい、また今月も10月だ、今日からね、そうなんですよ、10月でございます、今月もね、はい、いろんなことがあるだろうし、それからまた来月もね、うん、あと今度は年末だからね、うん、この14年のね締めくくりに向かって、うん、ね、頑張っていきましょう、ま、そうだね、はい、毎日を過ごしていければと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。